日本海溝、千島海溝の巨大地震で死者最大19.9万人。政府が被害想定政府の中央防災会議は21日、北海道沖から岩手県沖の日本海溝、千島海溝で起きる巨大地震の被害想定をまとめた。津波による死者数は日本海溝の地震で最大19万9000人。千島海溝の地震で同10万人に上る。 早めの避難で死者数を8割減らせるとして、国や自治体は津波避難タワーの整備などの対策が必要だとしている。経済被害は日本海溝の地震で31.3兆円と推計した。同会議の作業部会は、日本海溝北部、三陸、日高沖でマグニチュード、M9.1、千島海溝、十勝、根室沖で目が9.3の地震が発生すると見積もった。 日本海溝沿いでは2011年に M9.0 の東日本大震災が起きているが、今回はその震源域の北側で別の巨大地震が発生すると想定し、冬の深夜、冬の夕方、夏の昼の3パターンで被害を推計した19万9000人の死者が想定されるのは冬の深夜、日本海港で発生したケース、積雪や路面凍結で避難に時間がかかったり、 自治体などによる避難の呼びかけが滞ったりした最悪の場合、最大29.7メートル、岩手県宮古市の津波により、北海道で13万7千人、青森県で4万1人など、千葉県までの東日本の弓道県で死者が出るなどとした。このケースでは、2階に取り残されるなどして救助が必要な人は6万9千人、津波で体が濡れるなどした4万2千人は、 データ4症で死亡のリスクが高まるとし、寒冷地特有の課題も浮き彫りになった。負傷者は1万2000人と推計された。ただし、地域住民の避難率を高め、津波避難タワーやビルの整備と活用などの対策を講じれば、死者数を8割減の3万人に抑えられるとした。経済被害は、日本海溝の地震で31.3兆円と試算。 このうち25.3兆円は建物22万棟が全壊するなどした直接的な被害総額。残り6兆円は地震発生から1年間の生産減少やサービス低下による間接的な被害総額とした津波、堆積、体積、ものの調査では、2つの巨大地震は直地下ではいずれも17世紀に発生した痕跡が見つか。でおり、300、400年間隔で起きているとみられる。 作業部会委員の今村文彦、東北大教授、津波工学は、いずれの地震も切迫していると指摘、地域住民や地元自治体は、冬の派生時の逃げにくさを想定した避難訓練や、寒さをしのぐ物資の確保など、位相の対策を急ぐ必要があると話している。